では初めのニュースです。任期満了に伴う高畑町議会議員選挙が今日告示され、定数15に対して17人が立候補を届け出ました。立候補したのは届け出順に次の皆さんです。秋葉明子候補54歳、無所属現利用業。伊沢義治候補73歳、無所属現農業。島津正幸候補74歳、無所属現無職。金子睦夫候補57歳、無所属新会社員。山木義明候補66歳、無所属現町議会議員。木村正浩候補62歳、無所属新無職。直島義友候補77歳、無所属現旅館業。佐藤純子候補52歳、公明新農業酪農業。平誠候補48歳、無所属現会社役員。菊池秀夫候補70歳、無所属現無職。山木由美候補59歳、無所属現町議会議員。武田正隆候補68歳、無所属新無職。武田正樹候補49歳、無所属新会社員。関陽介候補58歳、無所属現米国集荷業。青柳隆候補62歳、賛成新自営業。西方茂太候補42歳、無所属新会社役員。武田修候補71歳、無所属元麹味噌製造業。以上の17人です。立候補の受付は午前8時半から町役場で行われ、午後5時で締め切られました。高畑町議会の定数は15で、今年4月の県議選出馬に伴い1人が辞職、また2月に現職1人が亡くなったことから、現在欠員2となっています。これに対して現職9人と元職1人、新人7人の合わせて17人が立候補し、15議席を17人で争う構図となりました。なお、先月31日現在の選挙人名簿登録者数は、男性9077人、女性9600人の合計では18677人となっています。高畑町議選は6日日曜日に投票が行われ、当日の午後9時から中央公民館を会場に開票作業が行われます。期日前投票は明日から始まり、投票日前日の5日土曜日まで町役場などで行われます。 NCV では6日日曜日の午後9時30分から高畑町議選開票速報を生中継でお伝えします。今年11月に新病院として同時開院予定の米沢市立病院と三友堂病院の建物が完成し、このうち三友堂病院では今日竣工祭が行われました。米沢市立病院と三友堂病院は、建物の老朽化や医師不足などの課題を解決し、医療連携による救急医療体制の強化を図ろうと、おととし6月から整備が進められ、両病院で本体工事が完了し、昨日引き渡しが行われました。今日は三友堂病院が独自に竣工祭を行ったもので、職員や工事関係者などおよそ30人が出席しました。神事では2本の弦で音を奏でる日本最古の弦楽器ヤクモゴトの音色が響く中、三友堂病院の西名盛幸理事長や
米沢市立病院の長岡明病院長などが神前に玉串を捧げ、新しい病院の発展を祈願しました。西名理事長は、市民に愛され信頼される医療機関になるよう、三友堂病院と市立病院が一体となってこのプロジェクトを完成させたいと挨拶しました。新病院では市立病院が主に重症患者の受け入れや24時間365日の救急医療を担い、三友堂病院はその後のリハビリや住宅医療、緩和ケアを担う形で医療を連携していきます。新しい三友堂病院は7階建てで、1階が総合受付、2階が外来、3階から7階が病棟となっています。また市立病院とをつなぐアメニティセンターには薬局やコンビニ、保育所などが入ることになっています。なお10月19日に両病院合同で落成式を行い、11月1日から同時開院する予定です。では次です。南陽市内3つの観光ぶどう園が今日一斉にオープンし、地元の園児や観光客が早速ぶどう狩りを楽しみました。南陽市は山形県産ぶどう発祥の地と言われていて、市内には5つの観光ぶどう園があります。今日はこのうちの一つ、赤湯の紫金園で開園式が行われ、関係者およそ40人が出席しました。はじめに神事が行われ、今シーズンの安全を祈願した後、南陽市観光協会の結城秀人会長が、数年ぶりに制限のない夏休みを迎え、首都圏や遠方からの観光客も増えることが期待されている、多くの人に南陽の美味しいぶどうを PR していきたいと挨拶しました。続いて赤湯幼稚園の園児が元気いっぱいのダンスを披露した後、テープカットを行い開園を祝いました。3、2、1、どうぞ。この後、出席者や観光客が早速ぶどう狩りを楽しみました。南陽市観光協会によりますと、今が旬のデラウェアは甘み、色づきともによく、美味しいぶどうに仕上がっているということです。ぶどう狩りは10月中旬まで楽しめるということです。日本一の規模を誇る川西ダリア園で今日開園式が行われ、今シーズンの営業がスタートしました。開園式には関係者およそ40人が出席し、原田町長が、去年の豪雨災害で大きな被害を受けたが、皆さんの熱意で復活することができた、地域に活力を与えるダリア園として発展させていきたいと挨拶しました。川西ダリア園は去年8月の豪雨で園内の大半が冠水し、球根が流されるなど大きな被害を受けました。地域住民や沖玉農業高校の全校生などボランティアの協力もあり、豪雨の翌月には営業を再開しましたが、大切な畑の土が流されてしまったため、今年の営業に向けて土作りからスタートするなど、栽培スタッフが懸命に作業を行ってきたということです。そして無事に今日開園日を迎え、テープカットでは大きな拍手が送られました。現在園内のダリアは2分咲きほどですが、あちこちで色とりどりの花が咲き誇り、訪れた人の目を楽しませました。中でも大輪の品種はたくさんの花を咲かせていて、真っ白なマルコムズホワイトや黄色とピンクのグラデーションが美しい晩秋の森などがひときわ美しさを見せていました。
川西ダリア園は今日から11月2日まで毎日午前9時から夕方6時まで営業しています。また期間中は様々なイベントも予定されていて、11月3日には毎年人気の切り花収穫デーも開催される予定です。では次です。地域で活躍する若手リーダーを育成する地域づくり人育成塾2023のキックオフ講演会が29日、米沢市の健やかセンターで開かれました。地域づくり人育成塾は、地域で活躍する若手リーダーを育成しようと、米沢市が初めて開いたもので、市内在住の20代から40代を対象に、12月までの全8回の日程で行われます。講師は元 NHK アナウンサーで帝京大学共通教育センター特任准教授の森義弘さんが務め、地域づくりに必要なスキルを学ぶことになっています。初日のこの日はキックオフ講演会として、年齢制限なく講演が行われたもので、市民およそ100人を前に森さんがコミュニケーションの希望、基本の木を学ぼうと題して講演しました。その中で森さんは、いろいろな立場や角度からものを見ることができないとコミュニケーションはうまくいかない、相手のことを考えながら自分らしく表現することがコミュニケーションですと、人と理解し合う方法について話しました。出席した人はコミュニケーションスキルを日々の生活に生かそうとメモを取ったり、うなずいたりしながら熱心に聞き入っていました。なお、米沢市では8月14日月曜日までこの地域づくり人育成塾の参加者を募集しているということです。今朝、米沢市通り町で体長およそ1メートルの熊1頭が目撃されました。今日午前5時55分ごろ、米沢市通り町で30代の男性が車で走行中、道路を横断する体長およそ1メートルの熊1頭を目撃しました。現場は米沢五中から西におよそ200メートル先の市道で、この熊による人や物への被害は確認されていません。米沢署では現場付近にパトカーを出動させ、注意を呼びかけています。大気の状態が不安定だった今日未明、置賜地方では非常に激しい雨が降り、雷も発生しました。ご覧いただいているのは、視聴者からいただいた今日未明の高畑町の様子です。激しく雨が打ちつける音と雷鳴が響き、時折雷によって空が明るくなっているのが分かります。山形地方気象台によりますと、気圧の谷や暖かく湿った空気の影響で、今日遅くまで急な強い雨や落雷に注意が必要です。Nトピプラスニュースの見逃し無料配信はロコテレ。地域密着のニュースをいつでも見られるスマホやテレビの配信アプリ、ご覧の QR コードから今すぐダウンロード。